箱詰め第8話。源と山田、別名モジャピョンとヤマピョンが張り込み捜査員まみれのレストランへやってくるという公開処刑デートで大爆笑したり、ついに藤の口から河合に真実が語られ、藤の河合への愛がじんわりと伝わり、最強のペアの復活に嬉しくて泣かされましたね。次回は早くも最終回ということで、あまりの寂しさにツイッター上ではすでにシーズン2を期待する声が多く上がっていました。そんな最終回は河合の似顔絵も加わり、桜ひき逃げ事件の捜査が再始動し、緊張感が高まるかと思いきや、藤と源の鑑識コントが披露されるようで、この作品における笑いの部分の重要性をひしひしと感じますね。とはいえ、守護天使の情報もちゃんと入ってくるようで、予告映像では守護天使と思われる人物が橋の上にいたり、河合が急接近するのかというシーンもあって、ちゃんと逮捕できるのか気が気じゃありません。藤の方を伝う涙が意味することは何なのか、藤と河合の最強ペアと愉快な仲間たちが迎えるラストが今から楽しみで仕方ありません。この作品に出てらっしゃる方々、そしてこのお話はなんでこんなに面白いのかとお腹を抱えて笑ってしまうほど、公開処刑デートのシーンは見どころ満載でした。にまにましてるハコ長と藤が夫婦役ってだけですでに笑えてしまうのに、いらっしゃいませの声にピリッとしてたら、まさかの山田登場でひょえーって顔が最高でしたね。続いて源もやってきて、絶望に打ちひしがれる超絶シンクロペアの気の毒さったらなかったですが、仕事とはいえこんな状況に遭遇したら楽しくて仕方ありません。それでも淡々とぴょんぴょんペアの実況をしている箱長と藤のシュールさもたまりませんでしたし、二人のデート相手の子たちもちょっとキャイキャイ度が高めだったので、話せば話すほど源と山田の寿命が縮んでいくのを感じてしまいました。いい感じの女の子へのサプライズがあんなに痛々しいものになるとは思いませんでしたが、源はお話を聞くプロですし、こんなことまでできるならめちゃめちゃモテそうだなぁとも思いましたね。そのケーキを嬉しそうに食べてる姿に捜査員全員が、この子が食べ終わるまでは容疑者確保に行けないと心が一つになるのには、警察官とはいえみんな優しい人たちなんだなぁとほっこりしましたが、その直後すごい勢いで突入しててギャップが凄まじかったですよね。結局源と山田ももちろん乱闘に加わり、普通にかっこよかったので彼女たちの高ポイント獲得かと思いきや、口がちょっと悪すぎたのかドン引きされていて、あのぴょんぴょん言ってたひとときが一瞬で消え去ってしまい切なかったですが、見てるこちらは笑い転げてしまいましたね。また源と山田が来た時はドライな藤と箱長でしたが、河合がやってきた時はめちゃめちゃ心拍数上がってるのを感じるくらい動揺していて、二人の河合への愛を感じましたよね。それにしてもこの街にレストランはここしかないのかっていう奇跡の時間に笑いすぎて涙が出ましたし、源と山田の恋は終わりましたが、楽しい時間をありがとうと伝えたいです。こんなに楽しい時間があっても、河合と藤はどこか波長が合わなくなっているというか、ギスギスし始めているのが見ていて辛かったですね。河合の藤を信じたい気持ちはわかるし、客観的に見ても河合は何があっても藤のことを信じ抜けると感じていましたが、
やはり不安になる気持ちが芽生え、うまく接することができなくなってしまうというのも痛いくらいわかります。そこでまた優しく説いてくれた箱長の言葉にちょっとキュンとしてしまいましたし、ちゃんと話しなさいって最後言ってくれた時は、思わずパパーと叫びたくなるほど深い愛情を感じました。そういう時に限ってなかなか富士と二人になる機会は来なかったけど、逆に源と二人で行動したことで、富士が今まで自分に与えてくれたものを感じられたり、源からも富士は趣味可愛なところがあると言われたり、ゆっくり落ち着いて自分にとっての富士という存在を確認できていましたよね。富士にとっても可愛のことが人生をかけるほど大切なんだってことが、拳銃を構える姿、眼差しから感じて涙が溢れそうになりましたが、その真剣な富士とは対照的に、山田の心の声のツッコミが面白すぎて、河合がストラップ状態になり、何とも言えないトホホ顔をしている様子には吹き出してしまいました。山田の実況は面白おかしくなっていましたが、富士の覚悟の強さは、犯人が降参しても拳銃を下ろせないでいる様子からも伺えて、改めて警察官が拳銃を持つ意味の重さを感じる、心に響くシーンでした。やっと富士と河合がいつもの交番で二人になったってだけで安心感ありましたし、河合が富士を手当てしているのがすごく愛らしくて、それだけでジーンときて、富士が覚悟を決めて桜の捜査資料の箱詰めを出し、真意を話し出す富士の嘘のない言葉はすごくまっすぐで温かさも感じられ、河合をおとりにしようと思ったということも事実ではあったけど、それ以上に河合を大切に思っているんだということが伝わってきて、嫌な気持ちには一切ならなかったですよね。守護天使を捕まえるために河合に近づいたけど、今は守護天使が河合の前に現れないでほしいと思っているという胸の内も聞けて、富士はすごく苦しかっただろうなぁと感じました。だから河合がズバッとおこがましいですと言ってくれて、後悔した何倍もペアを組んでよかったと思ってもらえるような警察官になりますと宣言してくれた時は、富士の苦しみや胸のつっかえが一気に吹き飛んだと思うので、ペアを組んだのが可愛で本当に良かったと心から思いましたね。自分がペア長でいられる間に自分が持っているものを全部あげたいと言っていた富士、河合の成長を誰より喜び、河合のためならいくらでも頑張れるなぁと力が湧いてくる富士にとって、こんなに心強い言葉はないですよね。おこがましいわと言いつつも泣きそうになっているであろう富士の横顔が、その嬉しさを物語っていましたね。河合との絆がより深まり、守護天使の似顔絵を作成できたことで、箱長の守護天使に対するピリッとした許せないという感情や、その箱長の警察官としての勘を信じる富士の情熱が、刑事課のみんなの気持ちを一つにしていったラストシーンも胸熱でしたね。河合の描いた守護天使の似顔絵はすごく特徴的で、そっくりな人物が映った時はゾワッとするものがありました。全員で守護天使捜索に動き出し、犯人逮捕となるのか、最強ペアが迎えるラストを見逃すわけにはいきませんね。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。